タルスラックの新作？よーし。どうも、東電軍所属パトネコです。今回は最近広告でよく見る新作スマホゲーム、メタルスラックアウェイクニングをパトロールしていこうと思うぞ。まずは恒例行事であるクソ広告視聴の儀から始めていこうね。なんか普通におもろそうでコメントすることねえぞ。助けて。簡単。あっから流れ変わったな。はのハンマーじゃなくて集結のカンマーなんだ。ハンマーカンマーってことね。マーコおもろそう。ここから劇画版翻訳クソ広告の流れになるかと思ったけど、広告制作猫が調子を取り戻してしまったので、そろそろ本編の調査に移っていきましょうか。それではパトロール開始。メタルスラックアウェイクニングはハオプレイが2024年7月18日に配信を予定している自称横スクロールアクションシューティングゲーム。この作品は SNK が1996年に第1作目を発売したメタルスラックのシリーズ作品であり、捕虜の解放や敵軍の殲滅というお決まり要素も残しながらも、令和の便利システムが追加されていたぞ。グラフィックはドット絵じゃなくなっているけど、戦闘中の BGM やアイテムを取った際に流れる SE などはメタルスラックのものが使われているね。ファンは嬉しいんじゃないの？これ。メタルスラックアウェイクニングの基本操作は、左右移動、ジャンプ、しゃがみ、グリーンウェポン、サブウェポンというアーケード版から続くメタスラシリーズ伝統の操作に加えて、新要素、必殺技が使えるようになっているね。必殺技を発動すると大火力で敵を一掃できるので爽快感抜群なんだけど、ボスに使うのか、雑魚敵に使うのか、発動のタイミングを考える戦略性もあるぞ。メタルスラックアウェイクニングでは全ての操作を仮想パッドで行うので、敵に照準を合わせるのが少し難しいんだけど、自動照準モードをオンにすれば一番近い敵を自動で狙ってくれるので、超快適にプレイすることができるんだよね。自動照準モード中は敵の弾幕をかいくぐってメインウェポンやサブウェポンをタップするだけの簡単操作で遊べます。こりゃあお手軽でいいぞ。ただし、照準が自動になっても、天井や壁を駆け回るアスレチック要素があったり、360度どこからでも敵の攻撃が飛んでくるので、難易度が下がるというわけでもありません。つれーよなー。ボスとの戦闘は、範囲攻撃や突進をギリギリで回避しながら手榴弾を大量に投げ込むド派手な戦闘が楽しめるので、メタスラ大好き猫もにっこりの内容なのではないでしょうか。往年のメタスラを彷彿とさせる一人乗り万能戦車や、砲台を携えたラクダなどのユニークな乗り物もあります。メタルスラックアウェイクニングでは、1チーム3名のキャラクターでチームを編成し戦地に赴くんだけど、キャラクターごとに使用する武器を変更することが可能となっているぞ。戦場ではワンタップでキャラクターを切り替えることができるので、近距離に強いキャラ、
遠距離に強いキャラ、味方をサポートするキャラという風に役割を分けて配置することが重要になってくるんだよね。ロケットランチャーを敵に当てると重傷という状態以上を付与できるので、サポート用のキャラでデバフをばらまいて大ダメージを与える近距離特化キャラと交代するといった戦術が有効です。敵の弾幕をかいくぐって攻撃を当て続けるアクションスキルも大切だけど、キャラクターごとのスキルに加えて敵合成という要素も絡んでくるので、チームを編成する段階から考えることは多いよね。あとランプが爆発しそうです。ちなみにこれらの武器も個別に強化可能で、レベルが20上がるごとに新しい特性が付与されるぞ。特性は8回連続で攻撃を当てると次の弾のダメージが 20% 増加、5秒に1回ミサイルを発射する、5秒に1回 30% のダメージ増加などの強力すぎるラインナップがご用意されております。キャラクターを強化する要素は武器以外にもあって、各キャラクターに一つだけ装備可能な装飾品はスキルの性能を大きく変化させることができるんだ。例えばマルコのサブウェポンである手榴弾を強化する装飾品は、通常一つしか投擲できない手榴弾を同時に3つ投げることができるようになったり、手榴弾がファイアボムに変化して攻撃範囲が広くなったりするので、装飾品に合わせて立ち回りも変えていく必要があるね。装飾品一つでここまで性質が変化するから、武器と装飾品の組み合わせを考えると無限に遊べる可能性が出てきたぞ。これメタルスラッグアウェイクニングは一人用のメインストーリーモードに加えて、友達や世界中のプレイヤーと一緒に遊べるマルチプレイモードも実装されているぞ。3名のプレイヤーでボスの撃破を目指す共同作戦モードはストーリーモードと比べ物にならないほど雑魚敵が出現するので爽快感倍増。バフやデバフ効果を付与するスキルを使用することで、味方と連携してボスを倒す楽しみもあるんだよな。武器ごとに強い距離が決まっていたり、キャラクタースキルの有効射程距離が決まっていたりするので、メタルスラッグアウェイクニングはマルチプレイでも楽しく遊べる作りになっているってわけ。またこのモードをクリアするとキャラクターのステータスを大幅に上昇させるコアパーツが手に入るぞ。集め買いがある。その他にも5から10ステージを続けてクリアする追跡作戦というモードでは、1ステージをクリアするたびに強力なパッシブスキルが3つ提示され、そのうちの1つを獲得できるローグライト要素が実装されており、繰り返し遊べるようになっているね。あと過去作のステージを再現した追憶モードも抜かりなく実装されておりましたよ。メタスラをスマホに移植しただけじゃなくて、スマホ版ならではのシステムがたくさん用意されているのは好印象だよな。あとメタルスラッグアウェイクニングは当たり前なんだけど SNK の許可を得て作られた作品なので、細部のクオリティが非常に高いよね。新しく始める猫もメタスラマニアも納得の仕上がりなのではないでしょうか。知らんけど、明らかにスマホで遊ぶことを意識して作られたゲームではあるけど、 PC 版が Steam からダウンロードできるようなので、片落ちスマホがアチアチになる猫も安心して遊ぶことができるぞ。概要欄にリンクを貼り付けてあるので、少しでも気になったら今すぐダウンロードや。この動画が少しでも面白いと思ったら、忘れずに高評価を押していってくれると我が輩とっても嬉しいぞ。とっても嬉しいぞ。スロットスタート。でん、デブマルコ。それでは最後まで見てくれてありがんとう。そんじゃまたねー。